ユーロビジョンソングコンテスト2011は第56回目のユーロビジョンソングコンテストである。前年のユーロビジョンソングコンテスト2010でドイツ代表のレナ・マイ・アーランがサテライトを歌って優勝したため、本大会はドイツが主催権を獲得した。同国で開催候補地となった4都市の中からデュッセルドルフが選ばれ2011年5月に 同地のエスプリアレーナで開催されることとなった。二つの準決勝は、それぞれ5月10日と12日に、決勝は14日に行われる。申し込み締め切りまでに43カ国が、参加申請を受け付けられており、2007年大会以来となるオーストリア2009年大会以来となる、ハンガリー二千八年大会以来となるサンマリノ、そして百九十七年大会を最後に、 参加していなかったイタリアも大会に復帰する。優勝したのはアゼルバイジャンで221得点を得ている。優勝局はエルダルガスモフトニガルジャマルのランニングスケアドであった。以下、イタリアの189得点、スウェーデンの185得点がこれに続く。準決勝を免除されるビッグ5のうち上位10位に入賞したのは イタリアの他20位のドイツで、イギリスがこれに続く11位、フランスは15位、スペインは23位と低迷した。2011年大会の会場となる、エスプリアレーナアンケエンゲルケ・ユディット・ラケアス、シュテファン・ラープ2010年10月12日、北ドイツ放送によって、デュッセルドルフのエスプリアレーナが会場となることが発表された。ドイツが、ユーロビジョンソングコンテストを主催するのはドイツ。 再統一以降初めてのことであり、それ以前に西ドイツが大会を主催したのは1957年大会と1983年大会の2回であった。また、欧州放送連合への資金の拠出額が大きい国々が準決勝を免除されるビッグ4の地のビッグ5の制度が始まった2000年大会当初よりドイツはその一員となっている。2011年大会では 同国の他に、イギリス、フランス、スペイン、イタリアがビッグコとして、準決勝は免除で決勝に参加できる。当初、北ドイツ放送は23の都市での開催可能性を検討し、うち8都市が開催への意欲を表明した。これらの8都市、ベルリン、ハンブルク、ハノーファー、ゲルゼンキルヒエン、デュッセルドルフ、ケルン、フランクフルトアムマイン、ミュンヘンの中から、 ベルリン、ハンブルク、ハノーファー、デュッセルドルフの4都市が北ドイツ放送によって8月21日に公式に開催候補地として発表された。会場の候補はそれぞれ以下の通りであった北ドイツ放送の放送地域新聞でアベステムはエスプリアレーナの大規模な改修工事によって6週間の間は会場を対応途に使用できるとした。会場は ユーロビジョンソングコンテストの観客2万4000人を収容できる。デュッセルドルフのホテルには合わせて2万3000、周辺地域やドナウ川に浮かぶ船には2000人が宿泊できる。デュッセルドルフ空港からも近く、会場近くの体育館は1500人の報道関係者を収容する会見場として使用できる。会場からは広告看板が除去され、 ホルトゥナ・デュッセルドルフのサッカー観戦のための通年チケット保持者には払い戻しがされる。大会中、ホルトゥナ・デュッセルドルフは代替会場としてパウルやネス・スタディオンを使用し、同競技場にブンデスリーガレベルとするための回収費用はデュッセルドルフ氏が負担する。2010年10月13日、ドイツ公共放送連盟のトーマス・シュライバーは、 デュッセルドルフで行われる大会の概要を明らかにした。それによると、エスプリアレーナは二つの空間に分けられ、一つはステージと観客席、もう一つは交互室などの舞台裏となる。会場となりの体育館は会見場として使用する。エスプリアレーナでは、ステージの近くまで客席が設けられ、サッカー競技場というよりは屋内イベントの様相となる。 本番同等のリハーサルも公開が予定されている。決勝と2つの準決勝、それに4回のリハーサルのチケットが発売される。決勝のチケットは2010年12月12日、12時12分に移す旨を申請したと発表した。このことから、この時点ですでにデュッセルドルフ氏はエスプリアレーナを会場候補として競技を進めていたことが伺える。 2010年10月6日、ホルトゥナ・デュッセルドルフは、必要に応じて、パウル・ヤネス・スタディオンを使用する旨が認められたと、発表した。ワスメディエングルッペ参加の新聞、ノイエ、ルーアツアイトゥングは2010年12月12日、ユーロビジョンのために、ホルトゥナ・デュッセルドルフが、パウル・ヤネス・スタディオンに移ると報じた。また、エスプリアレーナに隣接するホルトゥナの練習場は、 イベント会場設計を専門とするスイスの会社、ニュッスリが、ユーロビジョンのために2万人分の座席を増設するための作業を行うための臨時の事業所となった。この移動にかかる費用は、およそ150万ユーロと見積もられている。ハンブルク、編集2010年10月2日、新聞、ハンブルガーアーベントブラッドは、ハンブルクでの2011年のユーロビジョン開催は、 不可能と報じ、資金不足をその理由として挙げた。ベルリン、編集ベルリンでの開催計画は、かつてのベルリンテンペルホーフ国際空港のハンガー跡地周辺に巨大テントを建てるというものであり、これに関して懸念が上がっていた。北ドイツ放送の責任者らは、この計画では良好な会場環境を作ることができないと考えていると報じられた。公共放送連盟、 編集欧州放送連合の一員である、ドイツ公共放送連盟は、ドイツの地域ごとの公共放送の連合体である。ドイツ公共放送連盟には10の報道機関が加盟している。会場候補となった4つの都市は、それぞれ3つの報道機関の地域に分かれていた。ベルリンは、ベルリン・ブランデンブルク放送、ハンブルクとハノーファーは、北ドイツ放送、デュッセルドルフは、 西ドイツ放送の放送地域であった。北ドイツ放送は例年ユーロビジョンソングコンテストの決勝戦のドイツ国内での放送の責務を担ってきたが、3つの報道機関の資金力は2011年の会場決定に際して決定的な要素となった。ターゲス・シュピーゲルは10月7日、大会の主催が他の番組の予算を厳しく削減する決定へと至ったと報じた。 また、ベルリン・ブランデンブルク放送の脆弱な財務状況が、ベルリン開催への最大のハードルであるとした。従来のルールでは、ビッグ4の4他国と主催国は準決勝を免除され、自動的に決勝に進むこととされていた。2011年大会では、ドイツはビッグ4の一員であり、主催国でもあるため、決勝に参加する国の数が一つ減る可能性が生じた。 ベオグラードで開かれた会合では、従来のルールをそのまま踏襲し、結果として決勝に参加する国は25カ国から24カ国となるとされた。2010年12月31日、参加申請を受け付けられた国々の一覧が公表され、1997年以来の参加となるイタリアを従来のビッグ4に加えてビッグ5とすることが明らかにされた。これにより、 2011年大会で準決勝参加を免除されるのはドイツ、フランス、スペイン、イタリア、イギリスの5カ国であり、決勝は25カ国で行われることとなった。2010年8月30日、それまでユーロビジョンソングコンテストのスーパーバイザーを務めたスボンテストキシーリアスが2010年12月31日をもって退任すると報じられた。 2010年11月26日、前任に代わって、ジョン・オーラ・サンドがスーパーバイザーとなることが発表された。北ドイツ放送は、2010年12月16日、大会の司会が、アンケ・エンゲルケ、ユディット・ラ・ケアス、シュテファン・ラープであることを発表した。 司会が3人となるのは1999年大会、2010年大会について3回目である。2011年1月17日、参加国が2つある、準決勝のどちらに参加するかが決められた。参加国は2010年までの視聴者投票の傾向に、基づいて6つの組に分けられた。各組から半分が準決勝1、半分が準決勝2へと振り分けられる。 また、これによって、各国のリハーサルの日程も決まる。また、準決勝に参加しない、ビッグ5の国々の視聴者がどちらの準決勝で投票権を持つかも決められる。イスラエルの放送局イバは、準決勝1の日程が、戦没将兵記念日であるとして、準決勝2への参加を求めた。ドイツの北ドイツ放送も、番組編成上の理由により、準決勝2での投票を求めた。 準決勝1に参加準決勝1で投票準決勝2に参加準決勝2で投票を2010年12月31日欧州放送連合は43カ国が大会に参加することを発表したユーロビジョンソングコンテスト2011では2007年大会以来となるオーストリア2009年大会以来となるハンガリー2008年大会以来となるサンマリの そして1997年大会を最後に参加していなかったイタリアが大会に復帰する。資金難により2010年大会に参加しなかったモンテネグロも一度は参加を申請したものの最終的な締め切りである12月25日の2日前23日に一転して不参加を決定した。スロバキアは当初資金難により2011年大会への不参加を 表明していた。しかし、スロバキアテレビのウェブサイトでは、同国のユーロビジョン参加の是非を問う投票が行われ、投票総数の87.5%が参加を支持していた。スロバキアテレビは後に2012年大会への復帰を目指す計画を表明した。しかし、スロバキアの参加申請は取り下げられないままの状態が続き、 スロバキアは2011年大会の参加国として欧州放送連合の一覧に掲載された。スロバキアテレビは2011年1月に資金難と組織再編のために大会に参加できないと表明した。しかしスロバキアはその後も参加国として扱われ、1月17日には準決勝2への割り当ても行われた。スロバキアテレビはその後、 申請締め切り後の参加撤回による罰金を支払うよりは参加予定を維持すると発表した。2010年8月28日にベオグラードで行われた欧州放送連合の会合では参加国は2011年3月14日までに参加するアーティストと楽曲を決め3月15日に大会での登場順を決めることとされた。参加国の準決勝への振り分けは デュッセルドルフにて1月17日に行われるものとされた。準決勝1、編集準決勝1は2011年5月10日にデュッセルドルフ、エスプリアレーナにて開催される。準決勝1の3カ国から視聴者投票及び審査員投票の組み合わせにより10カ国が選出され決勝に進むことができる。スペインとイギリスは準決勝1を国内中継し、 投票に加わる。イコール決勝進出国1.2つのフランス語のフレーズを含む準決勝2、編集準決勝2は2011年5月12日、デュッセルドルフのエスプリアレーナにて開催される。準決勝2の3カ国から視聴者投票及び審査員投票の組み合わせにより10カ国が選出され決勝に進むことができる。フランス、ドイツとイタリアは準決勝2を 国内中継し、投票に加わる。2.1つのロシア語のフレーズを含む決勝は2011年5月14日に開催される。ビッグ5の国々は準決勝を免除され、自動的に決勝から参加できる。各準決勝から選出された20カ国とこのビッグ5、合わせて25カ国が決勝に参加する。投票方式は2010年大会と同様。 視聴者投票と審査員投票の組み合わせにより行われる。視聴者はアーティストのパフォーマンス中から投票でき、投票は全アーティストのパフォーマンスが終わった後15分で締め切られる。イコールビッグコイコール主催国12点、編集以下の表は決勝戦において最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す。ありがとうございます。